こんにちは、めんです。と、たかさんです。どうも。今回ですね、全国ツアーの最終点検整備が終わったっていう連絡をたかさんが受けたので、でも今日これを回収して4日後、福島に行くという流れになります。はい、ありがとうございました。最終点検、この間、名古屋までだっけ。そうです。はい、まあ名古屋にちょっと予行練習がてら顔出しに、でその耐えれなかった部分みたいのがたくさん出てきたんで、でそれをタカさんにあの全部点検整備してもらってっていう感じでした。ツアー前大事、そういうの。あ、大事よな。うん、今年は距離がさ、うん、割とコンスタントに数ヶ月以下走るから、ね。うん、まあ、点検しとけば安心だし、うん、で特に新しく組んだチョッパーと違って本当の本物のサバイバーだから、エンジンの中とかは全部新品のものを使って組んだりして、側だけはその当時のもので、エンジンなんかはだから全くトラブルない。うん、そうですね。めっちゃ起きるのとずっと振動が出るから、うん、それで耐えられなかったりとか、そういうところがメインのメンテナンスかな。そうですね。うん、だからエンジンは本当に調子良かったから自走では帰ってこれたんですよ。うん、だその、ま、なんつったらいいんだろうな、もう鎧着て走ってて、もう鎧がボロ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 って取れてって、もう最終スパダカでこっちまでたどり着いたみたいな。次の日疲れてたもんね、電話で。めちゃめちゃ疲れて。基本はやっぱりアメリカ人が作ったこの V ツインエンジン、このハーレーで言えば V 型エンジン、でこういうトラックで言えば V8 って言うでしょ、 V8 のエンジンっていうのはやっぱアメリカ大陸を横断してってさ、例えば V8 だったら V8 だったら半分壊れても4発まだあるじゃん、それで走って生きて帰ってこれるじゃんっていうのがやっぱこういう考え方なんで、ね、基本的にはもうアメリカ大陸を横断するような乗り物だから、うん、なんとかなんだよね。うん、じゃああれだね、その点検したとこ。そうだね、メンテナンスね。はい、まずはじゃあさ、このハンドルなんだけど、はい、今回旅に行くから楽なポジションで乗りたいってことだったから、うん、後ろにあの荷物をくくりつけて、うん、やっぱ4日かって乗るとすごく楽なポジションだから、うん、ハンドルを変えたんだよね。うん、あ、だからちょっと倒れてるんですね。そうそう、なるほど。ハンドルはこれだったんだけど、前回変えたんだけど、ここを長くしたんだね。うん、ライザーって言うんだけど、その分こっちに傾けられるように。ちょっとまたがって前はこうで、V 前傾ぐらいの感じだけど、もう今こうで、結構荷物積むから、もう4日かって、はい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 、もうハンドル持ってるだけみたいな。これすげえ楽。そう、ずっと長距離走ると一番やっぱりこのハンドルとライザーっていうのが力がかかる場所で、どうしても長くて、これもヴィンテージの使ってるから緩んできちゃってたんだよね。うんうん、で今回はここに1個ストッパーを入れて、トップティっていうパーツなんだけど、うん、ここまでネジ切ってもう絶対緩まないようにしといて。そう、前回ちょっと緩んじゃったから、この傾けた時に、うんうん、こいつが倒れてきちゃって、ここ、あー、なるほど、それもまたいいね。ああだそのギリギリつかないぐらいで、そう、 そうだね、うん、ほんとギリギリつかない。うんうん、あとはこのヘッドライトが、これもベイツの KD ライトっていう、まあ昔のポピュラーな小ぶりでさ、チョッパーには60年代70年代のパーツなんだけど、うん、まあこれがグラグラになっちゃってたんで、ね、そうですね。でそれはね、リベットでここに3箇所で2箇所左右で止まってるんだけど、もうグラグラだったから、今回マイナスネジとナットでしっかり締めてあるから、ふらつかないね。うん、本当だ。この間名古屋行った時にはじめさんからクレームが来たんでしょ。あ、そうそうそう、そのはじめさんってアスのオーナーさんと走ってる時に、うん、はじめさんが前走ってて、はいはい、で俺が後ろ走ってて、でこいつはぐらつくから、うん、そのはじめさんのこのミラーにそのピッ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 ってなるのよ。パッチングされてるみたいな。そうそうそう、それでも急にブワーって行っちゃって、はいはい、どうしたんだろうみたいな。サービスエリアで眩しい終わりました。直しておきました。ありがとうございます。それで一緒に走れる。そうだね。あとはもうこのステーが昔のパーツで1箇所止めだったんだけど、この2箇所の目変えといたのと、うん、でここまた締めといたから新しく、うんうん、でここもまたネジロックを塗って、ネジ緩み止めを塗っといたから、うん、まあ、これたまに点検した方がいいね。うん、向こう今回も行って帰る時とか緩んでないかどうかね。わかりました。うん、だから基本的にはなんか走り終わったらさ、
チェックしてあげると、うん、割とこういうところは対策になるかな、ね、名古屋走った時はこの後ろのパーツがポロンって取れちゃって、うん、である程度こう止めたんですけど、この鍵を固定するパーツがそこで抜けてて固定できなかった、うん、でも鍵が飛んでっちゃった。へー。ただもう行きの時点で鍵なくなったから、もう鍵も使わずに走って、すごっだそのオンの状態で止まってたから、うん、そのバッテリーのあれオンすればもう鍵かけた状態になるみたいな。へえー、そうなんだ。そうで元栓抜けばオフになるみたいなので、どうにかそういうのもさ、考え方一つ変えればまあそれでなんとかなっちゃうんだよね。そうですね。あれがオフでなってたらもう、うん、やばかったですね、うん、ラッキー。あとミッションオイルも交換して、エンジンオイルも交換して、でこれはね、あの前にちょっとアクシデントがあった時 の、うん、あの残りだと思うんだけど、うん、かなりキックがぐらついてブッシングのとこが減りがあったから、うん、これも、打ち替えて、その時に中のギアなんかも全部点検しておいたから。ああ、ありがとうございます。あとは後ろのパイプがもうほとんどぶら下がってるだけみたいな状態だったからそうっすね。ここのステーが折れちゃったね、うん、で今回このステーを新しく追加したんだけど、まあ、これもこのサバイバーに合う味で、うん、ね、思いました。サビサビのここだけ光ってたってもちょっとね、うん、合わないかな、うん、だからこういうステー一つも俺はアメリカ中を探してるわけ本当にこんだけね、もうガッチついてるや、うん、絶対緩まないよね。その時はここがもうボキッと折れちゃって、でもここにこう入り込んでるだけ、マフラーが、はい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 、実はこの辺で固定されてるから落ちはしなかったんだよね。うーん、なるほど。そうで走れるは走れる、うん、溶接して下に下駄かまして二重で強度出しといたから。うーん、でパンはやっぱりこのマフラーがさ、一箇所でここ止まってるだけで、はい、本当に差し込んであるだけなんでね、うん、まあナックルになるとこのステーもなくてクランプもなくて本当に刺さってるだけ、うん、だからあのこっちのエンジン側が、あのヘッドがアルミの材質なんだけど、うん、こっちが暴れちゃうとここに損傷出ちゃうから、はい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 、今回走ったらあの緩みだけ点検しといた方がいいですね。わ、うん、かりました、うん、こんなとこっすかね。そうですね、こっち側はそうだね、はい、ちょっと使ってたカメラが暑いよーってなったんで、今本格的な方に変わりました急にこんなんやってでちょっとね、そのこっち側タカさんに点検してもらってる時に、実は俺こそっと一人で来て磨かせてもらったんですけど、そう気づいた。あ、ほんとだ。言われてみればめっちゃ綺麗じゃんこの ホイールとかやばくない、これ光ってるもん磨いた映像こちらです。これ名古屋行った時にもオイルがもうこの辺ベトベトだったから、うん、ちょっとね全国行く前に綺麗にスプレーと思って、はいはいはい、もう自分で撮って、やっぱ綺麗になるとこ綺麗になってるとさらにオーラ出ますよね。意外と思いました。あのサバイバーって本当もうその乗りっぱなしで出てくることが多いから、うん、ドロッドロなんだけど、うん、結局そのさっき言ったみたいなオイルでコーティングされてるもんだから、うん、そのオイルを落とすとこんだけ綺麗っていうのは結構あるんだよねすげえ気持ちよかったっす、うん、ずっとやってたよねずっとやってましたビッカビカにして。そう、でも乗り込んだ感じのまた綺麗に一回オイル落としたこう鈍く光ってる感じ、うん、かっこいいんだよね、うん、この間話してたのさ、僕たちよく最近やるんだけど、ここで一回クリアーコーティングして、うん、ここの味を封印するのも一つなんじゃないかなと思って、うん、そうですね。こういう傷、はいはいはい、これ俺が乗り始めてからの剥がれたとこだから、だから多分今年全国ツアーやるってなって走ったら結構これが多くなると思うよ。そうするとちょっと見栄え的にどうなんだべっていう、うんうんうん、でこれが錆びるってなったらまた何十年もかかるからさ、うんうん、ちょっと封印しちゃおうかなって思ってます。ここにあるこのさトラックもこれ1964年の新車のもののオリジナルペイント。へー。これもねこれからクリアしようかなと、うん、この味で、そう止めたいんだよね、そういう車ではね割とアメリカでもあって、それを今ねバイクに置いてやり始めてるとこれめちゃくちゃかっこいいよね。かっこいいよな。タカさんのインスタ載った時すぐ DM したもんな。これは売りませんから。あ、これ売りません。出ました。でも、
昨日電話しててああいやこれは売らないって言ってた、もうずっと大切にしてた L 紙があるんだけど、はい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 、売っちゃったよ。これは心にポカーンって穴が開いた。その日の朝まで売るなんてもう夢にもなってた。次のオーナーさんに、っていうことがあるからね、どうなるか分かりません。ちょっと裏側行ってみます。そしたらそうだね、はい、じゃあ このフロントフォーク行こうかな。ああこれあのエクステンドスプリンガーって言って長くなってんだよね。でこれなぜ長くなってるかっていうと、さっきの旅の話で荷物を後ろに寄っかかりながら乗るのに自然と生まれた形だと、ね、うん、これ大体8インチオーバー、8インチだから15センチぐらい長くなってるんだけど、これもやっぱ長くなってるもんね。いろいろこう振動とかあのストレートを出したりとか、うん、歪んだりとかあるから、あのこういうサバイバーってよく言われるのはどうせ見つけてきたままなんでしょっていうふうに知らない人は言うんだけど、全バラにしてこれを全部仕上げてるんですね。どういうとこやってるかっていうと、こういうスプリンガーの負荷のかかるブッシングを全部打ち直したりとか、曲がってればストレートに直したり炙ったりね、もうすっごい細かい作業と、その調整が実はあって、このハブの中でリビルドしたりとかね、だから走っててもちゃんとまっすぐ走るでしょ。そうですね、ブレも何もなかった。そう、俺たちちゃんとこういうものはしっかり直した上で、やっぱり基本は安全に走ってもらわないとしょうがないから、売りっぱなしでもないし組みっぱなしでもないし、こういう機械にちゃんとメンテして、でフロントのブレーキも点検しました。はい、でタイヤはちょっと減り始めてんだけど、次行って帰ってきたぐらいで交換でいいんじゃないか。うん、わかりました。そうしましょう。次逆サイズですね。こっち側まずそのスタンドか。あ、これですね。それはもう単純なボルトの緩みだね。そうですね、うん、ボルト緩み入れれば全部入れ直して、うん、1本はもうなくなってます、うん、飛んでっちゃったんだよ。それを直して、でこのジョッキーの遊びがかなり、うん、でこれっていうのはもう支点がここにあって長いものだから、どうしても使ってると緩みができる。中のあのブッシングをここも一回全部バラして控えた。でその時このプライマリーカバーを全部バラして、クラッチも全部メンテして、でチェーンなんかもちょっと給油しておいて、うん、こっちはそんなとこですかね。そうだね、あとはまあチェーンのテンションを確認したりとか、あとはまあ足締めだね、基本的なところは。そんなもんかな。全然もうこれで福島行く不安が違いますもんね、一回やってもらえると、うん、乗ってみてもいいですか。あ、いいよ、ちょっと走りっこよ。そうっすね、楽しかった。楽しかった、楽しかった。このバイクほら前にローラーの撮影になりました。うんうんうん、あの時あれか、そう煙もくもくだったからね、このヘッドだけちょっとオーバーホールして、はい、さっき乗ったけど、ね、うん、楽しいなこれな。良さそうでしたね、調子もね。レンの方もどうだった。こっちもバッチリでした、うん、ギアの入り方もいいし、うん、何の問題もなかったですね。まあここまでやったから今回も大丈夫だと思う。うん、ありがとうございます。あともう最後ちょっと俊太郎から、この間俺誕生日だったんですけど、うん、プレゼントをつってガーディアンベルもらって、ね、でしかも手彫りしてくれたんですよ。はいはいはい、トラッキングオブサバイバー、ね、そう今回の全国のツアーのタイトル、うん、もうすごい、これ俊太郎が手彫りしたの。そうです、そうです。すごいね、無事、ね、って言いながら手彫りの味があってこれじゃあお守りにして、そうですね、うん、ちょっとつけていこうかなと。ちょっとここら辺につけたいね。あ、そうっすよね。ちょっとじゃあアイデア出してみよう。、うん、これがあったんだけど、はい、このちょっとチェーンを使ったら面白いんじゃないかなと思って、これ巻きつけてさ。あ、そのチェーンだけってことですか。そうで、これ俺なんかアメリカでね交換したんだよね、パーツと。
物々交換、これかっこよかったか、そうトレードしたんだけど、はい、誕生日ってことだから、これ誕生日ってことで。あてよ、当然これはこれでさ、鍵でなんか使えるじゃん、はい、そうですね、多分ね、1800年代かな、そんなことないから、でもかなり、いやそうっすよ、ね、40年代とかさ、ありがとうございます、40年代とか、これ使ってなんか回ったらいいんじゃない、そうっすね、うん、そしてここをどう、もういいんじゃない、いい感じ、チャリだけでもサビサビな方やっぱいいの、うん、じゃあこれを今日持ち帰りまして福島行っていきたいと思います、うん、気をつけて楽しんで、はい、うん、ありがとうございます、何かあったらあったら LINE で返します、甘えないすぐ甘えない、甘えないいいな、俺も来てえなどっかのタイミングで行けたらいいですけどね、どっか今年参戦したいね、うん、うん、いいですね、うん、ちょっと帰ってきたら結果報告して、うん、OK、はい、じゃあ行ってまいります、行ってらっしゃい、気をつけて、じゃあ動画もここで終わりにしますね、うん、ではまた。